デデデーキロリリスイーツマカベチャンネル。お、ここ行く？マカベが今回やってきたのは日本一大きなおもちゃ屋さん、銀座にある博品館。ちょっとね、俺ね、甥っ子たちにさ、ちょっとおもちゃ買ってやろうかなと思って、何年生でしたっけ？甥っ子？小学校5、6年だね。ねえ、ウルトラマンですよ、ウルトラマン。子供の時ウルトラマン太郎だね。俺が子供の時は太郎がやってた。これウルトラマン太郎。これが俺がガキの頃よくね、ウルトラマンシリーズでテレビでやってたんだよね。ほら、これはもう世界平和のためにね、こういうのは国境はないわけよ。やっぱ大事なのね、こういうのは。分かった？変な大人だろうなって見たと思うけどさ、これウルトラマン太郎。うわー、仮面ライダーのベルトだ。これ今欲しいもん俺。クーガーだね。あ、仮面ライダーも結構好きだった。俺仮面ライダーも好きだよ。でもガキの頃はさ、ベルト欲しかったけどさ、親に買ってっても買ってくれなかったんだよね。で今さ、あえてさ、これ試合の時つけようかなと思うんだよね。ヘン、シェン、イヤーって飛ぶよね。バカ野郎。なんかやっぱこういうの見るとワクワクするね。こういうのがさ、やっぱさ、ガキの頃こうやってよく走んでバーンって走らせてさ、車当てたりしたよね、他の車にさ。こういう何ミニカー同士をぶつけたりとかしてよく遊んでた。うわ、すごいねこれね。ピカチュウ。恥ずかしいわ。スターウォーズなんですよ。俺が初めて映画館に映画を見に行ったのがスターウォーズだ。スターウォーズのジェダイの復讐だ。ちょうどあれだね、俺らが小学校 4,5 年の時かな、ちょうど近くの公民館に来たんだよね。でそれをさ、誘われて見に行ったのよ。それがこれだったの。映画って面白いなっていうふうに興味が示されるようになってきてさ、ほら、なんていうかな、今現実にあり得る世界ではないからこそさ、なんていうのかな、憧れがあったりとかさ、なんていうかな、かっこよさがあったりとかさ、いろんなものがあるじゃんか。それを今のそのプロレスラーの中で、俺たちがリングに上がってる中でさ、他の子供たちとかさ、そういうたちにさ、なんかこう刺さるものがあればいいなと思ってるんだよね。じゃあそれはスターウォーズからもらった。それはあるよね、確かに。確かにガキの頃にこのスターウォーズって作品にはあったよね。それがすごくある俺には。皆さん、懐かしのおもちゃコーナー。これ多くね？これ多くね？揃えられます。これは無理だね。うわ、すげえ混ざってんじゃん。こんなん無理だろ俺。もうこれ無理っす。絶対無理っす、これ。これ絶対無理っす。しかも色の識別が分かんねえっす。すげえ難しいっす。わかんねえっす、これ。なんか色変わって見えますね。ねえ、だからわかんねえのよ。これ誰がわかんの逆に。なにこれ。マリマリ。これは一本一本歯を抜くの？押すんだ。いきますね。いくぜ。なにこのミラクル。やばくね？いくよ。
はい。おお、危ねえ。やるぜ。すいません。マジでビビりました今。すげえ恥ずかしい。懐かしくないですか。いや懐かしいけどさ、こんなまだあんだね。このジェンガって知ってる？これ。ジェンガ。あ、ジェンガ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 、お前恥ずかしい恥ずかしい。もうやめて、今の本当恥ずかしい。恥ずかしいやつ。やめとけ、やめとけ。てててててててですよね。いいね。カラタマになっちゃった今俺。俺がなっちゃった。ずっとなってます。うん、意外じゃん。早っ。これすごいじゃん。ほら。すごいぜ。すごい、このレールの上を走って。うん、そう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 。昔さ、何子供向けのさ、こんなにでかくないんだけど、ちっちゃいさ、畳1畳分ぐらいのこういうレースはあったよね。握りっぱなしのままだとカーブ曲がれない、ね、バーンって飛んじゃうところですね、はい、了解。はいはいはい、いいですか、はい、どうぞ。いきますよ。すげえむずい。こんなむずいの？むずいむずいむずい。ほらむずいべこれ。いやコース、人生コースアウトばっかだからさ、意外にしろバカやろお前。そういううまいこと言うんじゃないよ。ああ、いや でも面白い。人生ってな、同じ場所でな、つまずくんだよ。だけどな、それもまた一日勉強なんだよ。それで前に進んでるのはあったか、この野郎。追い越えましたね。まあな、俺ぐらいになるとな。ああ、これなんかね、やっぱね、こういうのやるとさ、子供頃に帰るよね。これ面白いわ。これは面白い、本当に。いいね。なんかすげえ童心に帰れるぜ。おいっ子気になりそうなものあります？おいっ子好きそうなもの。今日はね、おいっ子がね、好きそうっていうのも俺が好きなものがいっぱいあったね。うん、俺がちょっと夢中になりすぎちゃった。もういい加減さ、なんていうの、自分で作ったりとかさ、自分で考えたりするのがいいんじゃないの。おー、なるほど。うん、逆に普通にパズルとかさ、なんかこう自分で考えて作るものがいいんじゃないかな。レゴとかいいんじゃないですか。なあ、レゴちゃか。何がいいかな。なんか鉄アレイのロゴ、あ、なレゴとかねえの。こう鉄アレイやってますよみたいな感じなの。これいいんじゃないの。海賊船これ。かっこいい。よくないこれ。俺は海賊王になる。そういうことじゃねえのよ。そういうことじゃねえのな。いいんじゃないこれ。どう、自分で作るにはいいんじゃない。これ楽しそうね。多分これ、あ、おいちゃんからもらったやつだってガキの頃作ったなって思い出してくれたらそれでいいんじゃねえのな。あ、俺の偉大さとさ、いいんじゃないこれ。いいおじさんじゃないですか。いいべ、いいおじさん。最初だけかもしんないけど、よろしく。何これ何これ。ということで、11000円するナノブロック海賊船を購入。
おじさん真壁からおいっ子にプレゼント。とっても喜んでいたみたいですよ。